ナルト絡み。ということで、買いました。鶏の半分です、これは。暑いですよ。ある意味、北海道、私、大抵のところに来ましたよね、この袋のね。このね、あの、七日八のようなところね、知床岬ね、上陸は不可能ですけど、遊覧船で昨年ね、そして今年は地球岬、2年前はカムイ岬でしょうか、来ましたよね。ペットボトルの寄付になりますね。いいんじゃないですか。あの神戸は何もかも遅れてる。人口も札幌より少ないですからね。都会と言われておいて、ね、おしゃれだなんだのかの、所詮田舎者です、神戸人って。都会なら他人のことなんか相手しませんよ。それをね、携帯次第にね、捕まえてね、声をバカ野郎ですよ。バカそれはありませんよ。しっかり入ってないところ、すみません。この通過するのまだ変わらないんですよ。力の入れ方が悪い、分かりませんけど、すぐにね、どこの信号変わりません、変わりません、変わりました。そう言ってる感じ変わりました。絶対これね、渡るともう事故です。それでも確認してね。ナンバープレート札幌です、もちろんですね。ほぼ9割型札幌です。9割で109に近い札幌ですね。さらにね、あ、私は札幌だなということね。あ、少しいい風入ってきました。ただね、せっかありませんでした。お弁当があるんです。いろいろ部位をね、いろいろ買うよりはこの丸ごとをね、買わせばいいんだ。
個室ならいいんですよ。だって一人ならね、個室難しいでしょ。3人とかグループ分けでね、最高で16人なんで。私昨年は中標津を泊まりを行った。ドミトリーの貸し切り、まあ私の部屋もね、一人も宿泊者がいな、私がいなければ貸し切りなんです。それでも飲食ね、これでそうやって食ってみるのも、私もジュース飲みますけどね。すべてのセルフタッチ。これは小金井温泉バスです。温泉のバス、送迎バス。札幌駅からこちらまで520円でしょ。距離あります、1時間でね。マコマナイまで地下鉄に乗車してもあまり距離長く乗りたくなければね、地下鉄です。もし地下鉄でどこかへ行くのなら、マコマナイ駅ね。地下鉄利用せずに鈴木のや大通り撮影に行くなら、バスの方がね、ちょうどいい場所止まりますからね。その時降りますよ、値段が変わらなかったら。地下鉄は生涯で半額になりますから、ね、半額にならなければね、断然バス、病院のバスですね。一応ティッシュペーパー濡れおしぼりの消毒液用意してます、ね。こちら最寄り駅、それでもマコマナ駅なんでね。そして自衛隊駅が鹿が走った駅ね。札幌ニュースでした。まあ、全国ニュースにはなってないと思いますよ。鹿はね、何度も見てますからね。野生の鹿の白尾でもいましたし、根室でもいましたし、羅臼でもいましたからね。夜にね、群れで行動して。鹿はね、私が近づくと逃げますから。あ、奈良の鹿、何倍でしょうか、2倍ぐらいあるね。だからもう人間慣れはしていません。奈良の鹿はね、もう人間でしていますけど、野生動物なんで。あ、そこにエゾシカですね。静かなんでね。あちら上鉄バス、あちらも上鉄バス、三つ舞団地止まる。再び参りました。そうだね、湿度今日比較的高いですか。で、カゴ向こうなんでね。こ
ちらにもありますけどね。あ、こちらあります。トコープサプラというオープンなんですよ。入りましょう。やっぱりね、札幌という実感が大きいですね。まあ、それは当然札幌なんで、コープ札幌の朝食札幌、コープ札幌全土がコープ札幌の活動範囲です。提灯はもう片付けました。だからいつまでもね、神戸たちいつまでもだらだらとしていませんから見ていればそう。だらだらとしていませんので、用事が終わればね、到着しました。こうやってました。到着です。カードが開いてない、カードが開いてない。こちらはね、札幌市内です。まあ、定山渓まで行きますと観光客でね、溢れていますけど、定山渓は、ね、入り口なんで、クメになるね、残念ながらね、コープコープのクメがどうでもいいんですよ、クソバカ野郎が。ガオガオ牛の餌だ。
二人だけで飲みます。これでもご覧ください。何度かありますよ。何度かあります。2人ね。2000円。カメラさん。そもそもね、あのどこでも撮れちゃう。関係ないのに邪魔なんだよね、被写体に。私が主役なんだね。中にもね、人のこと盗撮する人間ね、神戸で多数いますから。あ、周りになってきたね。なければしたら周りになってきた。地観光地じゃありませんから、ここ札幌市郊外の典型的な、ね、山の中の住宅街です。まあ、中にはね、見るのが怖いけど、いろんな方ね、あれいるんだね。あるね、もっと足と、だから普段も持って帰りません。クリスマスのローストチキン、あれだね、焼いてもいいんですけどね。鶏肉ね、生で買えるとこありますか。本日洗濯しました。無料なんだよ、洗濯。ね、30分ね、入浴時間も30分明記して。
ね、つばりでもあります。里姫行けばあるんですよ。大変だ。柵一本1000円安いでしょ。三重県の人は恋愛でも使わないんだよね。置いていきましょうか。ゼロが安いじゃん。ゼロ私嫌なの。ゼロね。まずいね。高さとこれ。バスでね、利用できるんですが、テーマが小さく見えます。昨年行きましたけどね、まだ昨年は外国人、まあ少なかった。今年は多いんですよ。遅いんですよ、外国人ね。まあ、上山県も全然なるべくキャリーケース持ってから下げた方がいいんだね。あ、トヨタ結構乗りました。
山本さんね、私も使ってますよ。貸し袋でないのにね、入りませんからね。本日のところはまだ貸し袋なんだよ。交代でお互いね、いろいろやって。ウエストタルにあるあれがちょっとね頭抜けてるんです。クソパーフェロ、今日の気温ね、室蘭の暑さとは少し湿度は違います。今日は湿度は含んでいます。神戸のようなことはありません。
たすのはところにかない。入れないのね、仕方ありません。前後で使えるんですよね。到底あの一回の時はこれ食えません。なるべくねゴミはまあ、まあ、そうですね、うまく溜まっていますけどね。最大と言っていいけど、危ういことは止まってないのね。この目の前なんですね。いや、入り口のところなんで。
あ、プリマス、あ、お弁当ね、野菜出てもあるんだよ。今いいんですけど、秋になればね、疲れがにじみ出てきます。なんか恐ろしいじゃん。多分今日も30度にならないでしょ。今日はあってもね、昨年と違うところ雨降って湿度が逆に下がると思うんですけど、上がりますね。台風のね、そう、高いますね。すいません、ね、以上ね、安いからといってあそこまでね、止まるか、まあいい、ね、それは止まる方もいますけどね。まあ言えば人がいなかったら天国なんでね。ね、奈良でドミトリーで、そうだ、貸し切りでしたからね。3年の例えば3日間ね、貸し切りでしたから、
さっきの国立分なんだよ。国立分の黄色の半分だよね。黄色あれ半分にするとね、ちょうどこの半身と同量です。30分ね。何回も食いたいかというかね、何回も言ってません。忘れたくない。一日空いてますよ。なかなかしょっちゅうは食べたくはないですね。私が話してた千歳のバルトのこれ半分を炭火で焼くんです。じっくりとね考えて、急坂じゃないの。
感じます。完食でございました。あと タオル持ってくればいい。洗濯グラでもできるんでね、乾かして途中でもまだもう余分にタオル持ってきてますね。まだこれで終わりません。アイスクリームを食べたいな。あの神戸言葉聞かなくていいんでね、その絵がもう札幌、仙台、横浜、名古屋の共通語にもなっていますね。話しますけど、多少のね、訛りはあっても、神戸一番汚いんですよ、言葉違いは。私はこれも最もですよ。お二人のこともね、昔の方の方が私より少し上の方の話する方もいますけども、ね、少なくなりましたね。それね、なまらね、使われ方いますからね。まあ、私なまらマジで使いますよね。どりゃうみや。これうまいじゃん。これうまいで、仙台と札幌ね、まあよく似ていますね、イントネーションね、何だか似ていますよね。まあその言葉も少なくなりますよね。神戸はいつまでもね、神戸言葉にはあの直せませんから。いや、まじね、おめえバカだ。普通のね、あのいいバカ同士がいるのね、このバカ野郎が。まあ、それはもう普通に話してらっしゃいます。神戸でね、私はもうね、君なんかバカ野郎言いますでしょ、攻撃してきますからね、恐ろしいですね。バカ野郎なんやね、お前の実はなんやね。逆にね、バカ野郎発することなんかあります、ほとんどありません、ね。神戸ではね、
もうバカ野郎と言いたくなりますよ。明治のアイスクリームね、こちらの店ありませんでした。でバニラもね欠品で今度この商品何日に行かれでしょうか。あさってになりますなるべく入荷するようにしておきますね。いいですよね、言葉聞いてね。ねえ、すいませんの言葉なんかないですよ。そんな言葉なくていいんですよ、そんなものはね。そんな言葉ってね、必要ありません。入荷するしないはね、その店の方がね、入荷するようにしておきます、いいじゃないですか、それね。あ、硬いね、硬いね、ちっちしいね、ケチュウが食べられたら鍋が、まあ、マルチってね、サンマも食わないよね。今日お腹いっぱいですね。うん、うん、食わないです。飲み物は買って帰りますよ。うん、帰りセブンイレブンあるんですよね。物を置いていくの嫌なんで持ちませんじゃん。食べないからといって、まあ、中にはね、もう我慢できない方もいると思いますけどね。私がお泊まりの間に人間がね入れ替わりあるでしょ、皆さんね。あ、ドミトリーね、一部屋しかありません。ないの。あとすごいね、個室です。個室が3人のところね。4部屋ね、1から5までね。3室中に4かける1ですね。16人ね、最大。どうしてもね、期間長いでしょ、私の場合ね。だから、同じ、例えばね、まあ、5万円でね、仮にお泊まり料金ね、5万円でね、もう札幌のまあまあのホテルに、ね、泊まるともう3日で終わりですね。普通ね、それでも普通なんですから、17,000円、16,000円としてもね、16,500円としても、バタバタしてね、
郊外ですけどね、あ、その郊外もね、悪くないんだよね、全然ね。郊外でもね、道内の地方として悪くないんだよね。甲府札幌ね、ありますから、大変そうね。あ、鬼津別のね、A コープ。まあ、キューマートでしたからね、あれは。あ、用もありましたから、とっても。あとね、匂いがある。まあ、中行ってもお惣菜にいるもワンパターンですよ。まあ、そういえば旧本でしょ、マグロもなんか入荷していましたね、うん。まあ、たまたまね、サフズデパートで1000円でね、まあ、1000円安いですよね。宮城県の前、宮城県マグロで天然で、ね、黒マグロで、うまいですね。最近札幌も冷房ないとね、はい、なかなか夏乗り越えられないですね。湿度がね、やっぱり今日なんか特にまだ開けれませんが、まだ開けると蒸し入ってきますからね。